皆さん、こんにちは。明治大学農学部農学科、野菜園芸学研究室の元木と申します。模擬授業では、アイデアで勝負、野菜の可能性を引き出すというタイトルでお話しさせていただきます。スライドの写真の作物はいずれも野菜の仲間です。野菜の分類には、いろいろな分類方法があります。例えば、ご覧のスライドのように、野菜を利用する部位により、葉や茎などを食べる、 栄養菜類つぼみや花などを食べる花の花菜類果実を食べる果実の花菜類根を食べる根菜類のほかキノコ類に分類することができます皆さんはこのスライドに載せた野菜の名前が分かりますか模擬授業ではまずは明治大学農学部農学科について簡単に紹介します続いて 明治大学野菜園芸学研究室の活動と、農学部がある生田キャンパスの栽培補助について、スライドとビデオを使いながら紹介していきます。最後に、アイデアで勝負する新たな野菜栽培の提案という内容で、明治大学が企業様と共同開発したアスパラガスの新栽培法、取り切り栽培と、トマトの新栽培法、そばージ栽培について紹介させていただきます。 スライドの右側の写真は、明治大学で新しく開発した栽培法で栽培したアスパラガスとミニトマトの収穫期の写真です。これらの写真は、雑誌や明治大学のホームページなどで紹介されました。それでは最初に、明治大学農学部農学科について紹介させていただきます。ご覧のスライドは、大学1 2年生のキャンパスライフです。 明治大学に入学学学学学入すす。ると、農農農部科では、農学の基礎を学ぶ授業が始まりまり高校では学校から与えられた課題を中心に学習されていることと思います大学に入ると授業の内容がより専門的になり自分の興味のある授業を選択して深く学習することができますまた座学の授業以外にも都心にほど近い 明治大学黒川農場で実際に栽培管理を体験する授業がありますさまざまな作物について種まきから収穫までを体験することができますいろいろな授業を受けることにより自分が何に適しているのか将来何を研究してみたいのかを検討するベースになるのが大学1年生の2年間です 多くの学生たちは授業終了後にサークル活動やアルバイトなどをして大学生活を送ります。そして大学3年生になると、普段の授業に加えて自分が希望する研究室に所属します。明治大学農学部農学科には現在18の研究室があります。花や野菜、果樹などの園芸分野の研究室もあれば、 動物や育種、環境系などの研究室もあります。私は赤字で示した野菜園芸学研究室を主催しています。研究室には毎年20名ほどの学生たちが所属し、たくさんの種類の野菜を対象に研究しています。それでは、野菜園芸学研究室の活動と、生田キャンパスの栽培補助について、スライドとビデオを使いながら紹介していきます。 ご覧のスライドは、今までに野菜園芸学研究室で扱って野菜の一部です。先ほどと同様、野菜の利用する部位により分類してみました。野菜園芸学研究室で扱う野菜の数は年々増えており、最近では1年に60種類以上の野菜を栽培しています。明治大学農学部農学科、野菜園芸学研究室は、 大学の栽培系の研究室としてはユニークですすべての野菜を自分たちで栽培し生産から消費まで生産現場直結型の研究を行っています野菜園芸学研究室では野菜の新しい栽培技術の発信を中心に研究を進めています四季を通じて数多くの野菜の栽培技術や品質評価、鮮度保持、 マーケティング・食育などの研究を幅広く行っています主な研究テーマは野菜類の生理・生態の解明と安定生産技術及び作型の開発軽労働で省力的な野菜園芸の技術体系の確立です研究室の学生たちは 生田キャンパスの栽培補助で研究するだけではなく全国の農家さんのもとへ出向いて共同研究や現地調査、視察研修なども行っています野菜園芸学研究室の学生たちは毎年全国各地に出張しています2019年にはヨーロッパのドイツやオランダ東南アジアのタイにも 研究調査に出かけました。学生たちは、大学のキャンパスで研究を行うだけではなく、研究室自ら栽培セミナーを開いて講演したり、学会や講習会、指導会などのいろいろな場所に出かけていき、自分自身の研究の発表をしたりしています。それでは、明治大学生田キャンパスの栽培補助を、研究室の学生たちと一緒に、 ビデオで紹介していきます都心にほど近い明治大学生きキャンパスには2つの栽培補助がありますご覧の栽培補助は北補助ですここでは本日紹介させていただきますアスパラガスやトマトなどの新栽培法の研究のほか人参、レッドビート、オクラ、スイートコーンなどの栽培を行っています この野菜は何かわかりますかまたこのような光景は見たことありますかこれはアスパラガスです定食してから7年目のアスパラガスになりますアスパラガスの草丈は高いもので3メートル以上にもなりまたアスパラガスの根は長いもので2メートル以上にもなりますアスパラガスは地上部で光合成を行ってその栄養分を根っこにためます そして春になると暖かさを感じてアスパラガスがにょきにょきと出てきます。アスパラガスには緑色のグリーンアスパラガスや、その他にも紫色の紫アスパラガスもあります。こちらはアスパラガスの1年目の栽培補助です。明治大学では新栽培法の取り切り栽培を開発して、その研究に取り組んでいます。 毎年この歩場では20品種程度のアスパラガスを栽培しています。この野菜は学級菜園でも栽培した経験があるのではないでしょうか。何の野菜かわかりますか。そうですね、トマトです。トマトを定食して3週間程度経過したところです。右と左でトマトの栽培法が異なりますが、右側が明治大学で新しく開発したトマトの新栽培法ソバージュ栽培です。 左側が従来の種子一本仕立て栽培ですトマトの新栽培法であるソバージュ栽培は路地栽培で夏場でもたくさんのトマトを収穫することができますソバージュ栽培は栽培面積あたりの株数が5分の1から1 6分の1程度で従来の種子一本仕立て栽培と同量の収量を得ることができますハウスでもトマトを栽培していますが トマトはハウスで栽培することが一般的ですハウスの奥ではアスパラガスの新栽培法であるとりっきり栽培が行われていますミニニンジンの研究を行っていますニンジンにはざまな色がありますニンジンは夏の暑さに弱いので1ヶ月おきに箸をして1年間取り続ける研究をしていますこの野菜はなんだかわかりますか 先端の小さな花でなんだかわかりませんかこの野菜はオクラです。野菜園芸学研究室では、企業様との共同研究で、オクラの日持ち性に関する研究を行っております。続いて南保城にやってきました。この野菜は何だかわかりますかヒントは、夏に食べる甘い野菜です。正解はスイートコーンです。と野菜園芸学研究室では、 スイートコーンの輪作栽培やお日持ち性の研究をしています南保条でもアスパラガスを栽培していますとアスパラガスが天井まで届いていますと先ほどの路地栽培のアスパラガスと同じ七年株ですが先ほどの路地栽培と比べていかがでしょうかガラス温室にやってきましたここではアスパラガスの育種を行っています この中にアスパラガスの種が入っています。明治大学では、スクールカラーである子根の新しいアスパラガスの品種の育成を行っています。最後に、アイデアで勝負する新たな野菜栽培の提案ということでご紹介させていただきます。先に紹介するのは、アスパラガスの新栽培法、取り切り栽培です。ご覧のスライドは、 春の収穫再生期における取り切り栽培のアスパラガスの様子です。明治大学生田キャンパスの南保城で5月に撮影した写真です。一般のアスパラガス栽培では、定植してから収穫までに2、3年かかり、その後10年から15年程度は栽培しますが、明治大学ではたった1年で収穫することができる取り切り栽培という新しい栽培法を開発しました。 アスパラガスの新栽培法である取り切り栽培は、2016年に公表しました。最近では、テレビや雑誌などで紹介されるなど、全国的に注目されており、日本各地で取り切り栽培のアスパラガスが広がっています。それでは、アスパラガスの新栽培法、取り切り栽培のビデオをご覧ください。今月14日、 川崎市にある明治大学生田キャンパスでアスパラガスの新しい栽培方法が発表されました発表会には生産者や研究者流通市場関係者など全国からおよそ250人が参加屋内での講義と試験場の畑におけるデモンストレーションが行われましたアスパラガスは野菜の中では最も難しい野菜の一つというふうに言われてます それを簡単にすることによって本来アスパラが作れなかった方々もアスパラに参加していただくと栽培に参加していただくというのが今回の栽培法ですコストがかかるハウス栽培より露地栽培が多いアスパラガス食用として太く成長させるには最低3年以上はかかるとされていますそのの間、虫にによよるる病気やや寒さによる霜の害を受けやすく 栽培が難しい原因となっています。えっとこのホーラーはえっと深い部分にアスパラガスが定植できるように、えー、私の方で考えたものです。こういうふうに刺します。えっとホーラーを刺したところの穴の形状です。中のところに15センチくらいの深さがありまして、この深いところに苗が植えられることによって。 ここにビニールがありますのでここの部分がある程度の温度を保つことができるのでえっ、ー、と早い時期に植えられるというそういうメリットがあります通常霜の時期が過ぎた5月頃に植えるアスパラガス苗は地面ギリギリのところに植えます新たな栽培では地面より15センチ深いところに苗を植えます保温性に優れ霜の害を受けにくいため 寒い2月から植えられます。早く植えた分だけより長く養分がたまります。病害虫は2年目3年目4年目っていうのは増えてきますので、1年の時には病害虫があんまり付きません。農薬をやるのも少なくて、えっと病害虫にかからないと翌年に養分養分が根にたまりますので、あの太いアスパラガスが出てくる。これがポイントになります。ちなみに今年2月に植えた苗と。 4月に植えたものではこれだけの差が出ていましたまた通常はメジャーで間隔を測って均等に苗を植えますが新開発の装置では足で踏んで苗を植える穴を開けると次のポイントも同時に開くので次々に作業が進められますそしてこちらが去年2月から3月に植えたアスパラガス ほぼ1年で食用として十分収穫できるサイズに成長しましたこの栽培方法は産学連携で開発 もっともっといい品種をですね、品種開発してです、ね、収量が上がるようなものを今後ともね、頑張っていきたいと思いますの、ね、で、一つよろしくお願いいたしますまあ市場もそうですし、あとスーパー関係、それから業務、す、え、べ、ー、てにおいてです、ね、すごく注目されている品目に当たってます、私どもを含めた流通とうまく手を組んで、新しい栽培方法は、全国から注目されています。 収穫まで最低3年かかったものが1年に、難しかった栽培に、光を投じましたアスパラガスは、取り立てのものは非常においしい野菜ですので、いろいろな方々に作ってもらいたいですし、新鮮なアスパラガスを消費者に届けることによって、アスパラの消費が増えてくれれば、生産者の皆さんももっともっと作ると思います。 ぜひあの皆さんにこの新規栽培法で栽培していただいて増えることを望んでいます。ご覧のスライドは日本各地で栽培されているさまざまなアスパラガスです。ポプラ社様と共同で企画し、4月に全国各地で栽培されているアスパラガスを集めて同時に撮影した写真です。同じアスパラガスでもミニアブスパラガスもあれば、長さ50センチのロングサイズのアスパラガスもあります。 栽培されているアスパラガスは、色や長さ、形状などが様々です。野菜園芸学研究室では、日本各地でアスパラガスの新栽培法である取り切り栽培を普及させるための研究を行っています。その中で、紫アスパラガスの研究にも取り組んでいます。紫アスパラガスは、グリーンアスパラガスと品種が異なりますが、栽培方法は同じです。 右の上の図のように、紫アスパラガスはグリーンアスパラガスに比べて糖度が高くビタミン C を多く含んでおり、動脈効果の抑制やがんの予防に効果があるとされるポリフェノールのアントシアニンの含有量が特に多いことが証明されています。皆さんは紫アスパラガスを実際に見たことがありますか食べたことがありますか紫アスパラガスは グリーンアスパラガスに比べて柔らかく、とても甘いので、紫アスパラガスを見つけたら、ぜひ購入して食べてみてください。料理する時間がないときには、紫アスパラガスを一本丸ごとラップで包み、電子レンジで加熱するだけでも美味しくいただけます。ぜひ試してみてください。続いてはホワイトアスパラガスですが、皆さんはホワイトアスパラガスを食べたことがありますか ホワイトアスパラガスの栽培法にはいくつかの方法があります。スライドをご覧ください。一つ目は土をかぶせてホワイトアスパラガスを栽培する一般的な栽培方法です。二つ目は太陽の光を遮って遮光栽培でホワイトアスパラガスを栽培する方法です。三つ目はトンネルでホワイトアスパラガスを栽培する方法です。三つ目のトンネル栽培は 北陸新幹線のトンネルを掘った後の横穴の廃坑で行われています。トンネル内の温度は16度、プラスマイナス1度。湿度は95%程度であり、1年を通じてほぼ一定です。その温度はアスパラガスが春を感じる温度であり、トンネル内はちょうど1年中、春のような環境です。 そののため、高品質ホワイトアスパラガスは日本では知名度はまだまだ低いのですがヨーロッパのドイツやオランダフランスなどでは春を代表する野菜としてグリーンアスパラガスよりも人気がありよく食べられています2019年の春には研究室の大学院の学生と一緒にドイツとオランダへ ホワイトアスパラガスの研究調査に行ってきましたそのうちのドイツは世界第三位のアスパラガス生産国ですヨーロッパ諸国ではホワイトアスパラガスは春を告げるメジャーな野菜として知られていますドイツとオランダではアスパラガスの95%程度がホワイトアスパラガスとして生産されています私たちはドイツとオランダの滞在中ほぼ毎日 ホワイトアスパラガスの料理を食べていました。ご覧のスライドの写真は、その中でも特に美味しかったホワイトアスパラガスの料理です。アスパラガスの新栽培法である取り切り栽培でも、先ほどお話しした紫アスパラガス、およびホワイトアスパラガスの導入に関わる栽培研究を行っています。その他にも、アスパラガスの新栽培法である っりり栽培の普及に向けた研究を行っています。アスパラガスの芽が地面から出る前に、土寄せを行うことによって、太もののアスパラガスを多く収穫できるようにする研究や、ホワイトアスパラガスおよびピンクアスパラガスを、取りっきり栽培の新たな品目として導入する研究などを行っています。さらに、っりり栽培のアススパラガスを使った、 食育の研究も行っています明治大学生田キャンパスの近くにある小学校の給食で研究室で実際に栽培した取りっきり栽培のアスパラガスを使ってアスパラガス担当の学生たちが子どもたちにアスパラガスの育て方やさまざまな色のアスパラガスなどについて紹介しましたアスパラガスは小学生の苦手な野菜ランキングで毎年上位に入る野菜です 給食前に行ったアンケートではアスパラガスが嫌いとか普段はあまり食べないなどの意見が多かったのですが学生たちによる食育の後、給食後に行ったアンケートではおいしかったとかこのアスパラガスなら食べられるなどアスパラガスに対する興味の向上が見られましたアスパラガスの新栽培法である 取りっきり栽培の収穫体験も行いました参加した小学生たちはアスパラガス自体のことは知っているけれどどのように育つかは知らない子どもたちがほとんどでしたそのため実際にアスパラガスが育っている姿を見てすごく驚いており参加した小学生たちはみんなアスパラガスの収穫を楽しんでいました最後に紹介するのは トマトの新栽培法であるソバージ栽培です。野菜園芸学研究室では、トマトでもソバージ栽培という新しい栽培法を開発しました。ご覧のスライドは、収穫再生期におけるソバージ栽培のトマトの様子です。トマトの新栽培法であるソバージ栽培は、路地栽培で夏場にたくさんの収穫をすることができ、省力で低コストで、 高い収益性が得られるため、多くの生産者やメディアなどにも注目されています。スライドをご覧ください。左の図は、家の光協会様から出版されている野菜畑に掲載されたソバージ栽培です。右のイラストは、トマトの従来栽培法である種子一本立て栽培です。ソバージ栽培では、 あまりにもたくさんのトマトが収穫できるため、家の光協会様からは、「取れすぎてごめんなさい仕立て。」と名付けていただきました。それでは、トマトの新栽培法ソバーチ栽培のビデオをご覧ください。 私の研究は生産現場直結型の野菜の栽培研究になります。今回のような新しい栽培法を提案して農家さんに作っていただき、 このまま落としちゃえばいいんじゃないかってそれで取っていればいいんじゃないかって言いますおい、ね、しい,美味しい <laughs> これだけ美味しければなんかね触媒してるんですけどなんか売れそうな気がします <laughs> <laughs> もう新しい栽培法ですので初めての方々が多いのでこの栽培法が本当に取れるのか取れないのか儲かるのか儲からないのかもう生産現場ですので農家さんですのでそういうところからあの聞いて 実際に学生作ってるので学生に尋ねたりしながらやってるっていうこですねなんかこれだけ規模が大きいと大変そうに見えて案外なんか全然普通に授業とか出て勉強とかしててもちゃんと取れるしできるんだなっていうのはすごく。 できるだけ生産現場に近いような研究をやっていきたい。自分たちのやった研究が生産現場に普及できるようなそういう研究をやっていきたいというふうに考えています。あのー、栽培をやりたいっていう学生さんがこのところ多いみたいですで。あのうちの研究室で栽培をやりたいっていう学生さんもいらっしゃるので、あの来ていただいたらできるだけ生産現場に連れてって農家さんとかあのいろいろな声を聞きながら新しい栽培法を確立していきたいというふうに考えています。 先ほどのビデオのように、野菜園芸学研究室では、8月の露地栽培のトマトの収穫最盛期に、明治大学生田キャンパスの栽培補助で、生産者やメディアなどに向けたトマトの栽培講習会を開催してきました。栽培講習会には、毎回100名を超える生産者や行政機関、流通業者などの皆さんが集まり、大好評でした。栽培講習会では 野菜園芸学研究室の学生たちも講師を務めておりその模様は多くのメディアに取り上げられました現在、日本各地でソバージ栽培のトマトが栽培されていますまた、右下の写真のように学級菜園を使ったトマトの新栽培法であるソバージ栽培の植育活動も行い先ほどお話し,しましたアスパラガスと同様 ソバ味栽培で栽培したトマトは参加した小学生たちに大好評でした研究室の学生たちはロジトマトとソバーツ栽培を普及させようと全国各地の栽培講習会に講師として出かけています左上の写真は島根県中部に位置する邑南町で開催されました トマトの新栽培法であるソバージュ栽培の生産者向けの栽培講習会の模様ですトマト担当の学生が講師を務めました右下の二枚の写真は園芸学会でトマト担当の学生たちがポスター発表をしているところです野菜園芸学研究室では全国各地の研究機関や生産者の皆様などと協力しながらトマトの新栽培法である ソバーズ栽培のマニュアルを作って、ソバーズ栽培の普及に努めています。さらに、ソバーズ栽培の普及に向けて、ご覧のスライドのように、ソバーズ栽培のトマトを使った料理や商品などの開発および提案も同時に進めています。トマトの新栽培法であるソバーズ栽培も、アスパラガスの新栽培法トリッキー栽培と同様、全国的に注目されており。 日本各地で栽培が広がっています。皆さんもいろいろなことに挑戦して、自分がやりたいことを見つけてください。明治大学農学部農学科が、皆さんの希望する進路の一つになると嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。